休憩時に引き続き会議を再開します。日程第24、議案第24号平成27年度長湯町一般会計予算の質疑を行います。質疑はありませんか。19番吉岡清彦議員。2、3点、質問いたします。まず企画の方の算出は説明書を基づいて、お聞きしていきますけれども、企画54ページから、57ページぐらいにかけて企画がありますけれども、名古屋町人仕事マスオシー戦略を、聞こうかと思っておったら、突如、補正の方で出てきましたので、そこで改めて聞きますけれども、当初予算としては、もうこの企画の方では全然、必要ないのかですね、入ってないのか、ちょっとその点を一点と、それと、ゴミのところで、113ページから、115ページにかけて、今度、長湯時津の焼却場ができるわけですけれども、委託料が、減るということで、よく宣伝されておりますけれども、どういう形で減ってきたのかですね、金額的にも、それとともに今度は逆に、委託料、負担金ですかね、そういうものが、増えてくるんじゃないかと思います。そういうバランスなんかをですね、委託料が減って減ったというだけの問題じゃなくして、逆に今度は、負担金が、いろいろ設備、あるいは人件費等々の関係でですね、増えてくると思います。そういう点の、金額をですね、説明をお願いしたいと思います。それと、教育関係、161ページ、下の方の、工事請負6600万ありますけれども、屋内運動場ということは、これは体育館になるのかなと思いますね、この屋内というこの言葉はですね、5799万6000円上がってますけれども、このような、内容ですね。特に2年ぐらい前ぐらいから、荒井岸はこの体育館が雨漏れでですね、この場所でも、説明を求めましたけれども、なんか業者の、保証期間があるから、その範囲内で、やっていくという、対応していくという言葉を聞いておりましたけれども、改めて学校当局というような話の中で、雨の日は、冗談じゃないですけれども、子ども用のプールを置かないといけないぐらいですね、それぐらい雨漏りがあるということを、切々とこう聞いておるわけですけれども、今回、こういう中で正式にその対応していくのか、ちょっとそういうときも質問いたします。企画課長。はい、地方創生、町人仕事に係る事業ですね、27年度の当初予算には盛り込まれていないのかというお尋ねでございます。おっしゃる通りですね、27年度当初予算の中にはですね、それは含まれておりません。理由といたしましては、国の26年度の補正予算、3兆5300億円ほどございましたが、その中にですね、地域住民生活と緊急支援のための交付金、消費喚起型と先行型ですね、このいずれもがですね、この中に含まれているということで、国は地方に対してですね、26年度の補正予算にて予算化を求めております。そして実際の事業自体はですね、全額27年度に繰り越した後ですね、27年度に実施するということとなっておりますので、よろしくお願いいたします。生活福祉部理事。お答えいたします。
回収施設が新規に稼働することによりまして、委託料がどういうふうに推移するのかということでございますけれども、これは組合で試算した費用対効果でございますけれども、今年度まで委託を長崎市に金物の委託をしているという関係で、そういう委託料を含めたところのトンあたりの処理金額というのは、トンあたり3万1500円ということでなっております。でそれが新規に熱回収施設が稼働します。そういうことにおきます必要経費をもろもろ足し込んだところが、トンあたり2万6500円という今現在の試算でございます。そういうことで差し引き新施設が稼働いたしますことによりまして、トンあたり5000円ということで削減が図られる見込みとなっております。それから組合費の負担もございますけれども、長期にわたります運用経費の削減につきましては、これは町長施政方針にもございましたわけですけれども、年間の負担軽減につきましては、現在の試算につきましては、1年に4000万強の削減が図られる見込みとなっております。以上でございます。負担金、答弁盛りがあります。負担金の問題に、マイクは、単純に26年度の予算と比較をいたしますと、26年度当初が2億9900コロ3万5000円、27年度当初が3億1000コロ67万6000円となっておりまして、組合費の負担金といたしましては1164万1000円の増ということでございます。以上でございます。教育委員会総務課長、お答えいたします。予算書の161ページの屋内運動場整備工事でございますけれども、これは長与小学校の体育館が吊り天井という形式になっております。それで東日本大震災が起きましてから、国の方から吊り天井の撤去あるいは補強あるいは作り直し、それかもしくはネットを張るというような順番で対応いたしなさいということがございまして、それに伴って吊り天井の撤去工事を行うものでございます。それと荒切小学校の体育館の守りでございますけれども、議員がおっしゃったように数年前に大規模な改修工事をいたしておりまして、その貸し担保期間が残っております。それで雨漏りが発生した場合はすぐに業者の方に連絡をいたしまして対応していただくようにいたしております。本日も雨が降っておりますので、うちの課の職員が現況を確認に向かっております。そういうことで今後も対応してまいりたいと考えております。以上です。吉岡議員、他の2点は分かりましたけど、その小学校のね、その対応ということで、先ほど言うようにこの場所でも、あばら骨折ったとかね、そういうことを実際話をして、その時も貸し担保保証費用があるから対応していくということは聞いてるわけですね。しかし現在先ほど言うようにもうバケツとかね、雑巾でこう対応する事態じゃないということをせっせとこう府警を含め言われるわけですね。もうこの子ども用のプールを置かんとね、こう洗い子と思うけど体育の中にプールがねできるっていうような、そういう状況というのを話す府
受け取るわけですね。やっぱこれでいいのかと、この間何年もかかってね、まあ、対応ということで、まあ、そちらの側はそういうことで済むか分からんけど、実際予算書を上げて実際それに対応するような行動をすべきじゃないかと思うけど、どうですかね。教育委員会総務課長。はい、おっしゃるようにですね、雨漏りをするたんびに対応いたしておりますけれども、補修をしたところとまた違う場所で、雨漏りが起こるということも実際起きておりますので、たびたび学校の方にはご迷惑をかけている状態でありますので、今後は、もっと大規模な屋根の改修工事等が前倒しできないかどうかということも検討を含めまして考えてまいりたいと思っております。他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第24号は総務常任委員会に付託します。お諮りします。ただいま総務常任委員会に付託しました議案第24号は会議規則第46条第1項の規定によって3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第24号は3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。日程第20号議案第25号平成27年度長与町駐車場事業特別会計予算の質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第25号は総務常任委員会に付託します。お諮りします。ただいま総務常任委員会に付託しました議案第25号は会議規則第46条第1項の規定によって3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第25号は3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。日程第26議案第26号平成27年度長与町国民健康保険特別会計予算の質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第26号は文教厚生常任委員会に付託します。お諮りします。ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第26号は会議規則第46条第1項の規定によって3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第26号は3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。日程第27議案第27号平成27年度長井町後期高齢者医療特別会計予算の質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第27号は文教厚生常任委員会に付託します。お諮りします。ただいま文教厚生常任委員会に付託しました議案第27号は会議規則第46条第1項の規定によって3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第27号は3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。日程第28議案第28号平成27年度長与町介護保険特別会計予算の質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第28号は文教厚生常任委員会に付託します。
お分かりします。ただいま文教構成常任委員会に付託しました議案第28号は会議規則第46条第1項の規定によって3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第28号は3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。日程第29、議案第29号、平成27年度長崎都市計画事業、長与町土地区画整理事業特別会計予算の質疑を行います。質疑はありませんか。18番、川野達次議員。はい、18番。予算全体に関わることで、少し考え方をお伺いしたいと思います。この間、私も一般質問等でお伺いしてきたんですが、完成年度と、事業費の確定ですね、ここは見直していくというふうな話が答弁でもありました。現状、その見直しがどうなっているのかお伺いしたいというふうに思います。併せて、先日、同僚議員の一般質問でも、工事を集中してやってはどうかというふうな提案もありましたが、仮にそうする場合に費用がどれぐらいかかるのかですね、あればお伺いしたいと思います。都市部課長。はい、今のご質問にお答えいたします。現在、29年度までで、第10回の事業計画をしておるわけでございます。で現在、見直しをしておりまして、その分が、平成32年度まで、前回、この場でもご説明した通り、32年度までの、事業期間という形で、県それと、地方、整備局の方へ、申請をいたしまして、やっとその承認が下りた時点、ところでございます。事業費に関しましては前回が252億1800万で事業を推進するということでございます。で今回32年度までの事業費でございますけれども、281億3000万という形で事業費を考えております。もう一つあった。それともう一つ、もう一点目の、今の工事自体がかなり長期化をしております。で、ここをなんとか早く終わらせることができないかというのも当然庁としましても、検討はしております。その際にかかる事業費っていうのが、現在、前回ちょっとご説明いたしました通り、道の、通称道の公園というのがございます。でそこに大きな山がございまして、そこを一括して上から切っていくと、そういったことをすることによって、今度は、そこの、道路、区画道路、それと、宅地がこうできてくるわけでございます。そこのまず切り戸をすることがまず一番、工事の進捗に関しては、一番メリットがあるところだろうと思います。そこの事業費っていうのは、当然、見積もりはしてますけれども、まだ、完全な、計算をして、いくらというのは まだ出しておりませんので、ここで申し上げる、資料はございません。以上でございます。阿野議員。25年度では、今の現在の総事業費の252億に対して 88.4% という事業進捗率、これは事業費ベースだということで説明されましたが、それにすると今度の増額の中身ですと、どれくらいの進捗率、事業費別で進捗率、予算ですので、27年度はどれくらい、いわゆる変更する額に対してどれくらいの事業費ベースの進捗率になるものなのかですね。それと、これはもうこの場では即答できないかもしれませんが、今27年でですから、27年から完成までの事業費計画が予定では建設産業委員会に付託されますので、
そうした資料を出すことが可能なのかどうなのか、まあ、これは議長にもお願いしたいと思いますけれども、それがあればぜひ、詳細に各議員が今後の事業計画が分かるような資料を出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。都市部課長。はい、昨年度の、平成26年度の、予算当初予算の説明の際、主要な施策という欄のところで、事業の進捗率、要はこの事業の進捗率という、この出し方が金額の進捗率でございまして、その時は、91.5% という形で、主要な施策では、計上しております。ところが、今回、全体の事業計画の全体事業費がこう伸びておりますので、それを27年度の当初予算を盛り込みましたところの、まあ、金額だけの、事業費の進捗率で申し上げますと 84.6% という形で、どうしても分母が大きくなってきてますので、事業費自体の進捗率は、伸びてないと。で今回、先ほど今言われました、27年度の工事をすることによってどれだけの、まあ、進捗率があるのかといいますと、先ほど申しました 84. いくらなんですが、本当にその事業の進捗というのは、その工事 の現場ですね、どれだけの、あと事業量が、まあ、道路にすればあと何メートル残り、宅地があと何平米残りとか、そういったところの事業で、進捗を図っていくのが、まあ、その現場を見たところで、どんだけ終わっているとか、あと、まあ、こんくらいすればいいのかなというのがはっきり見えると思いますので、今回はその事業費の進捗率ではなくて、できれば、現場の、道路の、終わる、今まで終わりました、今回あと何メートル残ってます、こういった形の方が、分かりやすいのではないかなとは思っております。以上です。あの議員。はい、私は当初からそういうところをですね、お伺いしてた、もう事業費ベースでいくら終わってるというふうに言われても、果たして現場を見るとそこまで終わってるのかというのが、まあ、住民の皆さんの思いもあったと思います。で、今後はそういう形できちっと工事がどれくらい終わったかという部分を明確に出していただきたいというのと、そうした事業計画をですね、きちっと出していただくことが、今後の、まあ、議員の判断にもなるかなというふうに思いますので、ぜひお願いしたい、それが可能なのかどうなのか、そこを再度お伺いしたいと思います。都市部課長。はい、事業計画ですけれども、まあ、単純に申しますと、どれだけの、単年度単年度で工事をしていくと、何年度に終わりますよ、そこの中に、工事の、工種といいますか、そういった道路、三千隠れ線を何メートルしますよとか、そういった形の、工事のスケジュールというのを、組んでいきたいと、いうことを、県の公団、事務所の方にはこう話しております。だから、今後、32年度までの中の、工事スケジュール、当然ここの中には、金額も入ってきますので、町としてどこまで対応できるかというのもございますので、そういったところも含めまして、県の方と話をしながら、現在、そこの本当にできる、計画っていうのを、打ち出して、くださいという形で話申し入れはしてあります。他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第29号は建設産業常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま建設産業常任委員会に付託しました議案第29号は会議規則第46条第1項の規定によって3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。そして議案第29号は3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。日程第30、議案第30号平成27年度長与町水道事業会計予算の質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第30号は建設産業常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま建設産業常任委員会に付託しました議案第30号は会議規則第46条第1項の規定によって
3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご意見ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第30号は3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。日程第31、議案第31号、平成27年度長井町下水道事業会計の質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第31号は、建設産業常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま建設産業常任委員会に付託しました議案第31号は、会議規則第46条第1項の規定によって、3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第31号は、3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。日程第32、議案第32号、長井町固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お分かりします。ただいま議題となっています議案第32号は、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第32号は、委員会付託を省略することに決定しました。これから議案第32号の討論を行います。まず反対討論はありませんか。次に賛成討論はありませんか。賛成反対いずれでも結構です。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから日程第32議案第32号長井町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。本案は原案の通り同意することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって本案は原案の通り同意されました。日程第33、議案第33号人権擁護委員の推薦についての質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お分かりします。議題となっています議案第33号は、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第33号は、委員会付託を省略することに決定しました。これから議案第33号の討論を行います。まず反対討論はありませんか。次に賛成討論はありませんか。反対、賛成、いずれでも結構です。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから日程第33、議案第33号人権擁護委員の推薦についてを採決します。本案は原案の通り適任とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって本案は原案の通り適任とされました。日程第34、議案第34号、長井町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。町長。それでは、ご提案をさせていただきます。議案第34号、長与町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の提案理由のご説明を申し上げます。平成26年8月7日の人事院勧告は、地域の民間賃金の水準を踏まえて、
恒久費用の水準を平均 2% 引き下げ、高齢層給与を抑制するなど、給与カーブを見直すこと、職務や勤務実現に応じた給与配分を行うことなどを柱とした給与制度の総合的見直しを行う内容となっております。長崎県におきましても、県人事委員会が人事院勧告に準じた内容の勧告を行っております。これらの勧告に準じた改正案を提出させていただきますので、主な内容についてご説明をいたします。はじめに第1条の改正についてでございますが、第15条の2第1項から第3項までの改正は、管理職員が災害への対処等により、平日午前0時から午前5時までの間に勤務した場合の手当の支給とその額について定めるものでございます。第18条第2項の改正は、一般職員の勤勉手当の支給割合を100分の75へ改め、再任用職員の支給割合を100分の35に改めるものでございます。付則第4項の改正は、55歳を超える特定職員の給料月額の減額期間を平成30年3月31日までの間とするものでございます。付則内第7項の改正は、第18条の改正に伴う措置でございます。別表第1および第2の改正は、人事院勧告に基づく給料月額の改定でございます。次に第2条の改正は、平成18年の一部改正条例を改めるもので、同年4月1日施行の給料の切り替えに伴う経過措置について、平成27年3月31日をもって廃止するものでございます。最後に不足についてでございますが、第1項はこの条例の施行期日を平成27年4月1日とするものでございます。第2項は適用日前の移動者の号泣調整を定めるものでございます。第3項、第4項および第5項は給料の切り替えに伴う経過措置を定めるものでございます。第6項は規則への委任について定めるものでございます。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。18番、川野達次議員。はい、18番。前回議会では、一定職員の手当の増額があったということで、今回、その折にも、この3月の定例議会で、また引き下げの提案をする可能性があるということで、今回こういうような形で出されましたが、その折にも地方再生と言いながらですね、公民の給料は減っていくばかりだというところで、指摘もしたところですけれども、具体的にお伺いしたいと思いますが、現在の、平均給与から、どれくらい、給料の減額になるものなのか、この手当も含めてですね、その総支給に対してどれくらいの減額になるものなのか、あと、その55歳を超える方の部分の給料の減額の数字も出ていれば、お願いしたいというふうに思います。あと、その全体的、町の総額ですね、今度は総額、年額でどれくらいの今までの給料から、給料の支出から減ってくるのかですね、その辺まで含めてお願いしたいと思います。総務課長。まず影響額という部分がなかなか難しい部分はあるんですけど、新しい給料表になると、若年層は除き、給料の月額が減っていきます、平均で 2% で、そこで減給保証という仕組みを残してますので、例
定は3月の給料月額と4月以降の新しい給料表で言えば下がるという部分は3年間適用しないことになっております。で、55歳以上というか、まあ、高齢職員の影響というのは平均 2% というところなんですけど、高齢職員に関しては4から 5% の給料表上の影響があると。先ほど申し上げましたように減給保障があるので実際の給料は減らないと3年間はですね、そういうふうにお考えください。で、全体の影響額が例えば今回お願いした新しい給料表を適用しなかった場合、前の給料表であった場合と仮定しますと約全体で1000万程度になります。以上でございます。原議員、はい、私も十分ちょっと議案を見てこれなかったんで、またこの人事院のところも少し詳しくちょっと調査してなかったんでよくわからないんですが、端的に聞きますけど、今回こうした形で出すけども各々の職員の給料は今の説明ですと3年間は変わらないというふうな判断でいいんですかね。そういう今のは説明だったんですかね。ちょっとそこだけ、それと合わせて、仮にこの、前回といいますか、これまで何度かこの職員の給料の削減の時に同僚議員も言われてますけども、この人事院勧告に、対応しないというふうな形の結果が出た場合、いわばはっきり言いますとこの予算議案が議会で否決された場合、そこにかかる影響というのが何かありますか。その2つをお伺いしたいと思います。総務課長、1点目についてはご指摘の通り3年間は一応担保されているということでご理解ください。で、2点目の、この改正が、国並みの、改正をお願いしておりますが、それに従わない場合の、いえば、デメリットといいますか影響が考えられるかということにつきましてはですね、若干財政的な部分も出てくるんですけど、国においてはその昨年の人管がですね2カ年にわたる異例の人管だったんですね。26年度分の給与の改定と27年度以降の分と、これは異例の勧告だったと思います。で、その2点目については要するに全国共通に適用される俸給表、これは国の場合俸給表というんですけど、それを民間賃金水準の低い地域に合わせるという考え方ですね。ですから例えば東京都都会の場合は民間賃金水準が十分高いので、その俸給額と、民間賃金の差を地域手当の率をアップして補填するということを考えていらっしゃることになります。で、我々がその、国が求めている人管に従わなかった場合は、財政的に裕福であろうという見方をどうしてもされてしまいます。で、その影響が具体的な金額はなかなか出てこないんですけども、特別交付税の支給額に影響がするとか影響があるとかいう指針は国から示されております。以上でございます。他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第34号は総務常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま総務常任委員会に付託しました議案第34号は会議規則第46条第1項の規定によって3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第34号は3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。
日程第35、議案第35号、平成26年度長与町一般会計補正予算第6号を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。町長。それでは議案第35号平成26年度長与町一般会計補正予算第6号につきまして提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正予算は先の国会において成立いたしました国の平成26年度補正予算第1号および地方創生交付金の平成26年度交付額の確定に基づいて補正するものでございます。国の補正予算では歳出面で地方の好循環拡大に向けた緊急経済対策に沿った予算編成がなされ、本庁には地域住民生活等緊急支援のための交付金として、1つ目、地域消費喚起生活支援型、2つ目、地方創生先行型の2つの交付金が交付予定でございます。それにより、今回の補正予算を編成いたします。それではその内容をご説明いたします。予算書の1ページをお願いいたします。今回の補正は歳入歳出それぞれ1億1258万2000円を追加としまして、補正後の総額を126億2080万9000円とするものでございます。補正の内容につきましては、2ページからの第1票歳入歳出予算補正によりご説明を申し上げます。歳入の6巻地方消費税交付金は、交付額が確定したことによる増額計上でございます。13巻国庫支出金では、地域住民生活等緊急支援のための交付金として、地域消費喚起生活支援型に6633万5000円と、地方創生先行型に4424万7000円、合わせて1億1058万2000円を計上いたしました。17巻繰入れ金は、財政調整基金を減額計上いたしております。18巻繰越金は、予算未計上分を計上いたしております。続いて3ページの歳出についてご説明いたします。2巻総務費には主に地方創生先行型に伴う経費を計上いたしております。事業の内容は1本庁の総合戦略策定事業にかかる経費、2子育て支援対策として町内の保育所幼稚園児童館などへ児童図書児童遊具保育備品等の整備にかかる経費、3農産物加工施設整備事業にかかる経費、4、ブックサートにかかる経費などを計上いたしております。7巻商工費には、地域消費喚起に伴う経費を計上いたしております。事業の内容は、1つ、プレミアム付き商品券発行事業にかかる経費、2、住宅店舗リフォーム助成事業にかかる経費、3、LED 電球等購入費補助事業にかかる経費を計上いたしております。4ページをお願いします。第2票、繰越免許費、補正では、今回の6号補正に計上しました、2巻総務費及び7巻商工費にかかる事業につきましては、年度内の完成が困難であると見込まれるため、全額を繰越予定額として お願いいたしております。以上が今回の補正の主な内容でございます。議案の後に平成26年度、長与町一般会計補正予算第6項に関する説明書を添付いたしておりますので、ご参照いただき、ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。これから質疑を行います。質疑はありませんか。19番、吉岡清彦議員。19番。じゃあ、説明書の10ページ。14目の地方創生事業費、この欄について質問したいと思います。まず報奨費で、金額が上がってますけれども、何名なのか、でどういう方々なのか、で回数をどれだけ、検討しているのかですね、それと、大事な長与町におけるその、これからの地方創生の目玉というか、何をその大きく、持って、やろうとしているのかですね、それと、いつごろ、結局それがですね、発表されるのか、その点をお願いします。それと、19節の負担金のところで、農産物加工4000万がありますけれども、
まあ、これの、内容、どういうところに使うのかですね、その点をお願いいたします。企画課長。はい、地方創生先行型のですね、あの部分です。説明書の10ページ、11ページの上段ですね、総務費にかかる部分が先行型にかかるものでございます。でお尋ねの、 有識者会議のメンバー回数等でございますが、これは一般質問の中で、お答えいたしましたが、産官学、金労源ですね、各界各層の委員さんを想定しております。まだ具体的にですね、あの何名の何回というところまではですね、想定はできておりませんけれども、一定ですね、やはり10名程度の委員さんに参画していただくということを想定をして、計上をしております。そして、いつ頃にその、戦略ですね、戦略の策定がなるのか、具体的にはいつ頃なのかというお尋ねに関しましては、国は27年度の策定を求めておりますが、できるだけ早い段階で、具体的には10月をめどにですね、作業を進めてまいりたいというふうに考えております。失礼しました。目玉につきましてはですね、この中ではなかなか分かりづらい感じですが、まずあの国が求めているその地方において生活できる、まあ、あの地方での雇用とか産業振興ですね、あと出生率対策、出生率を上げていくための子育て支援という観点からですね、目玉といたしましては、やはりその子育てに対しての環境整備というところで、町内の民間保育所、もしくはその直営でございますが、子育て支援センターでのその環境、保育環境の整備というところで、備品の、購入を想定しております。あとその地方での雇用、それと産業振興というところでですね、事業主として一番大きくなっておりますが、農産物加工施設整備費補助金というものにですね、一応4000万の事業費を想定をしております。ただあの時期的に非常に短い、期間的に非常に短い間での、事業の想定でございます。ですので、国としてもですね、ある程度柔軟な対応をですね、認めております。KPI というあの指標ですね、重要業績評価指標というのをですね、各事業に設定をしてまいる必要がございますが、その指標が変わらない範囲内でのですね、柔軟なその事業 の修正は認めておるという状況でございます。以上でございます。公表時期失礼しました。戦略の策定自体は10月申し上げました。で、あとあのそれぞれの事業ですけれども、例えば補助金としてですね、あの支出するような事業もございますが、これもですね、できるだけ早い段階でということを考えております。ただあの子育て支援の関係はですね、あのそれなりにあの備品ですので、今の段階から想定をされておりますが、農産物加工施設整備に関しましてはですね、受け皿となるその法人をですね、立ち上げるところから始める必要がございます。ですのでこれについてはですね、これからというところですので、年度内いっぱいひょっとしたらかかるのではないかというふうに考えております。以上です。農林水産課長。企画課長から、説明があったとおり、農林物、加工施設整備につきましては、補助金という形で、3分の2の補助で、今、農業
業組織の方と、協議を続けているという形で、3分の1につき、ましては、そちらの方で負担していただくという形で、町の持ち出しがないような形で今協議を進めているところであります。内容につきましては、峰にあります加工所が町に唯一ある加工所になりますが、それに代わる、加工所がこれによってできないかという形で、話を今続けているところであります。以上です。他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第35号は総務常任委員会に付託します。お分かりします。ただいま総務常任委員会に付託しました議案第35号は会議規則第46条第1項の規定によって3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第35号は3月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。これにて本日の日程は終了します。本日はこれで散会します。お疲れ様でした。